こんばんは。ナイトメアにボコボコにされました。やっぱね、戦いがまだ慣れてないのかな、難しいわ。うん。さあ、戦おう。どうしたらいいんだろうなぁ。よし、これで行くか。戦い。攻撃が強いんだよな、この子。頑張れ。遅いか。いけた。やばい。やばいやばい。やばいやばい。ここで来て、アイテム。無理パンじゃ無理か。中止した。よし。あー、大丈夫か。ギリギリいけるか。24。無理じゃないこれ。これどうやるんだろう。めっちゃむずいんだよ。レベル上げしなきゃいけないかなこれ。もしかすると。いや、クソムズだな。ちょっと攻略本でも見たい気分だけど。いやー難しいな。こんな難しいことある？ちょっと見よう、こいつの攻略法を。ちょ、こいつの攻略法見てみよう。もう無理だ。勝てん。ババナシアオからだな。クロードメア。弱点光、耐性闇だが光属性のも使用できないので、オリバーの魔法を氷結で攻撃することはメジャーとやすい。基本は距離を離しつつクロードメアを攻撃するだけ氷結で攻撃する。黒色のソウルが落ちてたりするがダメージを受けるのに近寄らない。たまに闇が毒毒を使用してくる。毒毒はクロードメアの周囲に毒のエリアが出現する。そのエリアに入らなければなんともない。なんか距離を置きながら戦う。なんか分かりました。こんなんでいいの？早くない？早くないですか？なんかすげえ早いんだけど。かけっこが早い。単純にかけっこが早い。単純にかけっこが早いです。氷結オッケー。これやってくの？ずっと？これをずっとやってくの？ちょっと待って。これでいいの？こんなんでいいの？マジで。守る。闇が来たら守る。はい。オルラ！なるほど。こんなんで。魔法。じゃあ、魔法。こんなんでいいの？あ、でも何も落ちたな。氷結。距離を置いて戦うというその一点だけで。これで戦っていくの？早いんだけど、私もこれ。おお、早い早い。闇が来たら守ると。はい。ナイス。で、魔法を氷結。よし、勝った。どっくらな。魔法。よし、ちょっと待って、アイテムだなこれ。毒取りそう。よし、毒系だ。やめに来るか。来そう。守る。これでいいのか。意外となんかそう考えたらすげえ楽に。ナイス。魔法。
ここで氷結を。こんなんでいいっすか。急に作業ゲーになったな。急に作業ゲー、急に作業ゲーになった。半分か今。ちょっとかかるねこれ。守る。作業ゲーになった。急に急に作業ゲーになったの。攻略法ってやっぱ大事なんだな。あ、暗闇になった。大丈夫か。暗闇になっちゃった。暗闇になってる間はどうなるんだろう。攻撃が当たりづらいとか、そんなこともなさそう。暗闇になってる間これ何になるの。ロケツ。すごい。氷結。どすこい。急に楽になったな。なんだこの、なんだこの対決は。なんだこれは。急に楽になったぞ。こんなんでいいのか。火早い早い。やっぱ早いんだよな。守る。攻略法ってやっぱ大事なんだな。やっぱ俺みたいにバカみたいにさ、やっぱもうとりあえず前線に、前線へ前線へっていう人間、あ、前線へ前線へっていう人間じゃ考えもつかなかったような、そういう攻略法がやっぱいっぱいあるわけだ。さあ、これもうそろそろ倒せるぞ。氷結グリーンラベル。青いの来ねえかな。早く青いので回復しないと。ナイス。暗闇中はアイテムが使えないのか。全然使えるな。一体何なんだ。お、ありがとう。え、これ沈む出してくれたの知らなかった。ええ、ロケツ。連発行くよ、最後。ロケツ。勝った。攻略法大事だな、やっぱり。やったね。なるほどね。基本的にやっぱあれなんだ。距離を置きつつ魔法で戦ってくるのがやっぱ一番強いんだろ。レベルめっちゃ上がるな。めっちゃお金もらえるし。鬼男レベルアップ。こうなるとエテコーとかインドとか鬼男使わなくなってくるな。うん。そりゃそうだよな。少年が来てぶっ倒したと思うんだよな。近寄るな。まだ心が。心までは元に戻らん。ナイトメアってあのものは何なの。抜け殻人から生まれ、その心に取り付く悪魔みたいなやつ。なるほど。抜け殻人。ん？あ、一の国の人間に手を出して、二の国の人間に影響を与えるのか。ああ、すごいな。大変だな。優しさに満ちてる人。意外と近くにあった。すいません、優しさの方ちょっと分けていただいてもよろしいですかね。先生、ちょっと優しさの方をちょっと、旦那さんもですね、元に戻すには、優しさの方をちょっといただきたいなと思ってるんですけども、大丈夫ですかね。すいません、ちょっと優しさの方いただきますね。奥さんの優しさの方を、ちょっといただきますね。よし。やらしさもくれないかな。奥さんのやらしさくれないかな。ちょっと胸が温かくなったみたい。美白をちょっとだけ混ぜさせていただきましたよ。さあ、じゃあ、クロードにこの心を入れてみましょう。よし、ほんじゃあハートキュアで入れてみましょうか。おい、余計な真似はするな。奥さんの優しさを渡すんや。よし、優しさを渡すよ。はい。これ他にいろいろ何なんがあるのかな。
やる気、優しさ、慈しみとかあんのかな、なんか。クロード、よかった。レシル、どうしてここに。お前少し痩せたんじゃないか。ふふ、あなたもちょっとスマートになってみたい。へ、夫婦円満だな。あんだけ言われてたのにな、奥さん。俺らシェリーに伝え行くんや。親御さん仲直りしちゃって。それを伝えに行って解決するもんなのかな。クロード、こんな温かい気持ちを私はずいぶん長く忘れていたようだ。よかった、いつものクロードが帰ってきた。よかったね。よし、じゃあ、奥さんとちょっとしっぽり行きたいもんですけども。最近車を作った子供たちらしい。なるほどね。それ俺なんだよ。まあ、正確に言うと、俺が、あれなんだけどね。俺がってわけじゃないんだけど。あ、まずセーブだ。まずセーブよ。もう何が何でもセーブしなきゃいけないんだから。こんなもん。はい、セーブしましたと。さあさあ、じゃあこれをあの子に伝えに行って、で、あの子が OK っつったら、もう二の国も平和が来るから。あっという間に平和になっちゃうんだから、二の国なんて。オリバー、どうしたの？いや、パパに見つかったら大変。一緒に行こう、シェリー。え？外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。無理じゃないよ。外に出ることを考えただけで、胸が苦しくなってくるの。それが恋だよ、シェリー。君は外に恋をしてるんだよ。中日の外に恋をしてるんだよ。行きなさい、シェリー。顔でかいな、父さん。パパ？シェリー、今まですまなかった。雫がすごい邪魔だな。私はどうかしていた。はいはい。病気のお前をほったらかしにして、レイシルともいつも喧嘩をしていた。うん。おそらくお前を縛りつけているものはこの私だ。パパ、お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、雫が、私とレイシルが邪魔だな。お前という唯一のつながりを失って、雫がすごい邪魔だな。邪魔してんな。そう、今雫見えてないんだろう。帽子が浮いてるように見えるからやめなさい。お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。泣いてる、こいつ泣いてる。パパ、私もう大丈夫だ。もう大丈夫だ。もうホモ以外大丈夫だ。ママもだ。パパ、よかったよかった。シェリー、パパを許しておくれ。うん。雫のこの真剣な話をしてる時の後ろの動きはあれだね、ジブリっぽいね、なんか。素直とちゃうの。すごいジブリっぽい気がする。オリバー、え？私、勇気を出して外に出てみる。よかったよかった。私を外に連れてって。あ、いいよ。シェリー、連れてってっていうか、勝手に出ればいいのにと思っちゃう自分がいる。さあその一歩を踏み出せば、まか見たこともない世界。シェリー、よかったよかった。やったよやったよ、オリバー。脱窓女ですな。私外にいる、外にいるよ。よかったよかった。もう踊っちゃうよね。いや、気分やな。ええ気分やな。あ、キスしそう。オリバー。あ、キスしそう。ありがとう。全員キスしそう。よかったね。私もっと外に出たい。学校にも行っていろんな人に出会っておしゃれもして。勇気がどんどん湧いてくる。もう何も怖くない。力強い勇気を感じる。おお。シェリーの勇気の心があればいい。なるほど。勇気をもらえばいいんだな。ほう。目をつぶって、あ、キスしそう。ゲッツ。じゃあハートピース。
いただきます。奥さんのやらしさと、これ勇気をいただきます。勇気だったのか、あったかい、なんだか胸があったかくなってきた。やっぱあれ、お母さんも同じことを言っていたよ君のお母さんもね、同じことを言っていたよ。僕も行かなくちゃ。はい、勇気出してねって言っとくよ。はいはい、分かった分かった。よし、じゃあ上げていくか。一丁行ってみっこ。さあ勇気を渡してですよ。これを渡せばいいのか。しかし回復したいな。しかしまあ回復したい気持ちがいっぱいあるな。一旦こっちか。安牌取る？安牌取る？確実に今戦いってなったら終わるからね。うわ、セーブはしてっからな。いっか。セーブはしてっからいっか。とりあえず。とりあえずじゃあソロンさんの娘に渡しに行こう。こいつ、心の輪郭がないだとって言葉をいろんな人に使いたい。心の輪郭ないのかな。あ、来た来た。いよ、来たよ。君、オリバー。へえ、心の輪郭が見えるようになってる。じゃあ、ハートキュアで勇気を渡します。いいんだろ、勇気を渡しちゃ。これ私はいいんだろ。ほら、これが欲しかったんだろ。これが欲しかったんだろ。ええ。増産 100% 勇気。なんだ、これは。いや、魔法ですわ。知らんのかい。ハート9は知らんのかい。こいつ本当に全部の魔法使えんのか。私、どうしたのかな。お、目が輝いてる。君は、ジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を。そうだよ。戻ったのか。マル、マルっていうんだ。本当にお前なんだな、マル。パパ、すまなかった、マル。マル。がっかりしてメソメソしてどうしたんだ。確かに、マルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。うまいこと言う。オリバー、君はそれを教えてくれた。うん。ありがとう。どういたしまして。はい、ソロンさん。お前が持ってる魔法を全部よこせ。再び一つながりの笛がこの世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛、かつて世界が平和やった頃の。そら古い話やで。二の国の全ての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。はい。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の仲がごっつ悪なってからは期間な。仲悪いんだ。お？これくれんの？やろうよ。これなんかすごくなりそうだよ。これなんか俺もらえたらすごいいろんな魔法使いそうだよ。それもらえないかな、それ。あ、そうだな。それいただけないですか、その長い棒を。私もやってみるよ。いや、その長い棒いただけませんか。オリバーたちと共に。ありがとうございます。本当に言ってくれっかな、ソロンさん。頑張ろうにおりば、私も一緒で戦うよ。イマジンだっているんだから。マジでイマジンいんの？あ、かわいい。おお、イマジンでけえな。おお、イマジンに強い。イマジン使いか。イマジン強い。イマジンに強いってなんだ。イマジン使いに特化した才能。セバっていうの。マルがイマジンと共に仲間になった。え、あ、仲間になるんだ。ほら、覚えてますやろ、この子の目的。しずく、君は賢者に魔法を教わるために来た。そうだったな。はい。では君の知らない新たな魔法を教えよう。あやつりと調理魔法、魔法のランタン、衝撃波。いろいろ教えてもらったな。調理魔法は必要だったかい？
君の魔法を気づいて。なるほど。一の国でマルと同じ魂を持つ者を救ったからなど、なんで全部知ってんの。あ、一のやつにしかできないんだ。なるほどね。一の国の人間は二の国に行けるけど、二の国の人間は一の国に行けないんだ。なるほどな。ジャボーには四賢者ですらかなわなかった。ほう。賢者の試練。精霊の神殿。なるほど。ソロンが同行することになった。もうゾロゾロと人間が。よし。さあ、仲間が増えたな。マル。増えたのはいいんだけど、もうだ。ちょっとまず何かいただきますか。何かをいただきますか。優しさ。ちょっと優しさをいただきますか。ちょっとまず優しさをいただきますね。はい、ありがとうございます。いただきました。はい、優しさの方いただきました。どうだい、お孫さん。おじいちゃんの心から優しさを奪ってやったよ。どうだい、どんな気分だい、悔しいかい。その悔しさを持って私を殺しに来るといい。さあ、話的にはだいぶ投げっぱなしになっちゃったな。あ、なんだ、もう一つ。お、どうしたんだい。さあさあさあ、何を持ってる。勇気、勇気くれ。おばちゃん、勇気をくれ。何でもくれそうだな。はい、いただきました。はい、勇気もいただきましたよ。いろんな人からいろんなものをいただいております。はい。さあさあさあ。まあ、いろんな人からいろんなものをいただいてはおりますが、どうしようかな。もう一旦休みますか。そしたら。多分このままずるずるいっちゃうと、本当にあれだな。多分このまま行くな。魔法の神殿とやらに。おお、なんだ？アイスミルクや。氷の島。勇気が出ないか怖いんだ。なるほど。いや、本当に勇気、抜け殻人じゃないと思うよ、この人。抜け殻人とかじゃないと思うんだよな。ただ勇気がちょっと出ない人だと思うんだよな。じゃあ勇気をあげるか。はい。はい、どうぞ。おい。どうや。行く気になったかい。よかったよかった。ほいほい。バーニーケーキ。100ゴールド。修行の旅が怖くなくなったらしい。怖くなくなる方がちょっとまずいと思うけどな。はい。スタンプカードがもらったから2つになったのか。さあ、こんじゃあ。セーブして今日はこれで終わるか。もうボス戦も戦ったし、多分砂漠のあれはもっと強くなるんだろうな、敵が。次回はレベル上げかな？わかんないけど。次回はまた次回の風が引くさ。セーブしますか。はい。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。それじゃあまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。